ネクストスニーキングミッション。なんだけど、ちょっと待ってね。こっちは、だって行ってもしゃあないし、教会はあっちだもんね。よし。じゃあ、行こう。ようバレへんよな。これでバレないんだもんな。大丈夫なのか。で、これを登っていくと。OK。もう屋根に登ってしまえばもうバレないんじゃないか。と思うんだけど、実は屋根の方にいたとか。ちょっと覗くとかは、やっちまったー。お、え、ちょっと待って、思いっきりさ、アウっていう声聞こえてるけどさ、誰もそれに気づかないの。今一瞬さ、もうドキッとしたんだけど、普通に。なんで皆さんお気づきになられないんでしょうか。やれファッファ。今日は冷えるな。こいつらやる気ないな。さっきからこういうやつなんか何人か見るけどさ、なんで肌隠してんの。そんだけ黒くなってるの。大丈夫なのかな。まあいいや。じゃあ、こっち進んでったらいいのかな。こっちでいいんだよね。スススス、おお、え、ちょっと待って、どこだったっけ。こっちか。うわー、何したの君たち。民間人、それともなんかヤバい人、またいたね。あれ、同じ人物もしかして。なんかそんな気がするけど、これこのまま登ってって大丈夫かな。バレない。こんなさ、暗闇の中でさ、ちょこちょこ動いてるやつらいたらすごいバレる気がするんだけど、全然バレねえな。あれ、ちょっと待って、カメラの視点が難しいから、どこ進んでいったらいいか全然わからないんだよね。おっと、あれ、 C で隠れられない。よし、じゃあ近づいて。すげえ、壁ドンしてる。誰もいないのに壁ドンして口説いてる。 OK、 ここはあれだね、楽勝でしたね。じゃあ続いてはここで C で隠れられるね。で、誰かいる？いないね。よし、続きまして、誰かいるね。誰かいるんだけど、あれはバレるか。エイデン、なんか、あ、これだ。オッケー。よし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 。オッケー。じゃあそっちに気を取られているうちに、あー、ちょ、ここで操作ミスはきつい。で、オッケー。この、まあ、スニーキングミッションガバガバだけど、操作自体は楽だからすごいありがたいよね。うん。で、続いてどっちに、何しに行ったらいい。いやー、普通に見えてんだろ、こいつら。いいのかな、こんなので。あれ、ちょっと待って。画面が真っ黒になって見えなくして。で、あー、続いてはこっちに行くのね。OK。で、誰かいる？いないね。ちょっと待って、すげえ声が聞こえる。スターアナラって、これはどうしたらいいだろうね。次進んでいって、で、C で、ここに隠れながら、ちょっと待って、これでも、この銃持ってるやつ、そうだよね。まずはこいつ始末してからじゃないと。おい、どうしたって、お前って何があったんだって。おい、よし、OK。で、一人始末しておいて、気になっているところをもう一人。あれちょっと待って、もう一人は。で、君たちは何なんだ。え、あ、一人なんか逃げてったぞ。
そのさっき言ってたあの教会ってどこよ。こっちでいいのかな。じゃあこっち行きましょう。はっ、あ、やばいやばいやばい、来てる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 。な、何が起こった。おお、ちょっとここは防寒ですな。そっち行くの？なんでそっち行くの？怖い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 。そう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 。で、ちなみにこいつらをなんとかできない。あ、いけるね。この野郎、あれ、あれできないか。じゃあこっち行きましょう。あれ、もしかして見つかった？いや、そんなわけないね。オッケー、教会。ここほんと何なの？怖すぎるんだけど、なんでこんな急に CIA になって命からがらの冒険作戦をやってるんだろうね、ジョディ。君に一体何が起こったんだ。わお、あれでもまだ生きてるぞ。死んだふりか。ただ楽しんでるね。これまさかだけど、これまさかだけど生きてるのをバンってしない。大丈夫？この教会に行きたいんだよね。どうしようか。3人か。きついよね。しかも光線を避けろだもんね。とりあえず見つからないように C で抜けていって。教会。あ、だね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 。ビジョンではどの辺にあったんだっけ？あ、どっか行ってくれるね。ビジョン？あ、ビジョンっていうのか、あの能力。ここに来た。OK。え？ここで、なんかある。なんか、あーちゃん、これいろいろ燃えてるのか。あら。あらー。瞳孔開いてる。よいしょ。写真。あ、違う違う、写真。ん？写真。じゃあ、ポスターか。あー、なるほどね。これで、見ていくと、一体何があるか。相変わらずのワカメ。アッチョンブリケー言うてるわ。ダーリン、アッチョンブリケーって。俺はブラックジャックや。ブラックやけどジャック要素ないけどな。さあ、ここに入って、あ、もうなんかある。これも血塗られた一族。憑依させてから、あれ、ちょっと憑依しない、憑依しない。オッケーオッケーオッケー。あれ、あ、いた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 。あ、すごい青光りしてる。うわ、わかめ。あ、部下作戦会議室的な感じ。あれ、なんかどっか行ったぞ。お、なんかすごいそびえ立ってるけど。居場所は分かった。なるほど、そびえ立つあそこだね。え、居場所が分かったら連絡して。もう作戦名とか全然覚えてないけどね。大丈夫、生きてる？まあ生きてない。まあちょっと、まあ無理だな。確かあの、青色のオーラがない限りはもう終わってる、あれだったもんね、確かに。さあ。エロリストにやられてる。攻撃された。なるほど。なぜ？誰かが私の代わりにやったのね。ああ、そういうことね。あ、じゃあ、実は、あの裏切りが、え？どうした？え？どうした？ああ、違うわ。なんか急にムービーシーンになったのかと思ったら、ただ単に操作してなかっただけなのね。あと、なんか調べるものはあるか？ああ、あった。これは何？あ、これもあるのか。なんで机が倒れるのかしら？めっちゃ気になるわーって。ヒュイー。ああ、ワカメ。ここで何してたんだろう。めっちゃ酒飲んでるね。あ、攻撃された。お、銃。たたたたたたた。あ、敵と、あ、出た出た。とりあえず威嚇発砲しとけばなんとかなるってやつやな。なんともならなかったっぽいけどな。じゃあ、ここを出ていくのはいいんだけど、すごい倒れて、あ、ちょっと待って。出ていけない。出ていけない。ああ。あ、ここからまたスニーキングミッションか。で、まず、この人生きてんだよね。この人なんか触れないのかな。
で、あと、周りに誰かいないのかな。で、とりあえずどこだったっけ、そびえ立つやつ見つけなくちゃいけないけど、そのそびえ立つやつどこだ、あれあれそびえ立つ、そう、あ、あったあった、あそこまで行くのか。あそこまで、え、どうやって行くの、普通に行く、てかこの人生きてんだからさ、なんかできないの、できなかったわ。どうやら虫の息のようだ。とりあえず教会に向かって行ったらいいかな。教会に何かあるかっていうわけでもないのかな。光線は避けろって言われてるけどね。あの音楽が鳴り止んでるんだけど、すごい嫌な予感がする。こんなぐいぐい進んでいいものなのか、ここって。ちょっと待って、一旦回り、警察、そろそろ。え、ああ言うてる。なんかいかがわしいことしてる、どっかで。え、ずるい。あれでもスニーキングはできないね。でも青色オーラは特にないし、エイデンもこれ以上進めなさそうだから、これこのまま進んでいいんじゃねえか。大丈夫、そんな声出して大丈夫。それあーあーあー言うてるけど、まさか。おう、ラタクタリビ、ウエラカタルテ、子供か、その子が。あーあー言うてる。私は助けたいだけなの。これ怖いな、どうなる、撃ってくるんじゃないか。今からそっちに行くけど、残念ながら安全装置が外れてないけど大丈夫。撃たないで、いい、とりあえずエイデンなんとか。ああ、言葉通じた。オッケーオッケーオッケー、大丈夫。出血がひどい、火で焼いて止めないと死んじゃう。火で焼いて止血しないと。あ、そっか、そうだ、それができたんだ。そういえば傷のところをこうやって、メタボリック、あ、ちょっと結構難しい。オッケー、これで治った、もう大丈夫だ、歩けるよ、歩いて座って。なんて、ネモヒダヒザのアラーム、アサヘラ、ごめんなさい、何を言ってるのか全然わからない。うん、ですよね。サリム、サリム。あ、俺の名前はサリムって言ってるんだね。サリムっていうのね。サリム。なるほど、なるほど。ジョディ、私。I am。ジョディ。ジョディ。ジョージ？そう。Yes。おお、かわいい。ジョディ、ジョディ。いや、かわいいな。あ、くそ。何？あ。悪い奴らが来たみたい。やばいな。カクタリス、カプタコヌムサラハ。カクタリス言ってる。何？バレた？もしかして。嘘、バレてんのこれ。なんでバレたんやろ。こんな中行くの？それは無理だよね。こっち。おお。ちょっとエイデン、どこなの？あ、そっか、そういうことか。はい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 。オッケー。あ、ちょっと、こんな時にエイデン。そう、オッケー。で、続いて、こいつを。よし、近づかないと。あー、次は近づくのね。オッケー。あー、いけない。いけない。続きまして、あ、ちょ、エイデン。エイデン、エイデン暴れすぎ、エイデン暴れすぎ。オッケー、こいつも。うわー、実体があるのかねえのかよくわかんないよね。よっしゃ、行こう。違う、肝心の時にミスるな。まだダメ？こっちか。とか優しいね。やっぱり主人公は死なないという設計になってるんだな。どこに行った？どこだ？ジュタタタ、ジュタタタやってんの。あ、いた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 。お前は直接手を下してやろう。さあ、おねんねの時間だ。マイシュミー、これでいけるやろ。さすがに、まだ無理かな。近づかないと言ってたしな。オッケー、近づけ。オッケー。で、続いて、あいつらを
死はつれな。バレてないよね。オッケー。よし。あれ。ちょっと待って、できない。オッケー、こいつを憑依して。ああ、そういうことか。ある程度近づけた後に外して、憑依して、で、やっちゃえ、西さん。なぜそんなことする。いや、あなた手下さなくても自分でボンってやってればよかったじゃないか。さあ、援軍が来る前にここから抜け出そう。この子将来的にコールになるとかそういうオチ。おっ、ちょっと、なんだそういうことか。甘い。あ、痛い痛い痛い、切られた。ほ、甘いわ。え、なんで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 。ほら、弁当箱アタック。はっ、金敵下からの上、後ろ、そして、あー、やばい、木の枝。あー、痛い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 。金敵、金敵じゃなかった。おお、大丈夫かな。銃でバコンって。待て待て、急にさ明るくなってきたけど大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫。平気、平気。私は平気。私たちいいチームだと思わない？めっちゃいいチームだと思う。ただ急にご都合よく日差しが明るくなってきた。うん、一瞬だったね。動き回るのが難しくなる。ですよね。このパートまだ続くのかな。すごい長い長いな。あそこのタワー。あそこのタワー。俺抜け道知ってるぜ、ついてこいよって。こっちこっちって。あ、すげえ、こっちだこっちだ。よし、失うものはない。彼についていこう。ところで、その装飾は一体なんでそんなことしてるの。